1位でした。ありがとうございました。信州まで遠征に来て、雪とかも心配だったんですけど、まあ、天候にも恵まれて勝ててということで最高の遠征になりました。おめでとうございます。ありがとうございます。今大会が終わりました。はい。何の大会なんでしょうか。これはシクロクロスという自転車のオフロード競技になります。オフロード、はい、凄まじいですよね。なんかさっき見せていただきましたけど。そうですね、中に転倒される方もいらっしゃるんですが、はいはい、まあ、ちょっとその技術を試しながら、まあ、選手同士、はい、あとコースと格闘しながら走るというような競技になります。はいはい、なんかこんな広いところがこんなところにあったのかっていうような場所なんですけども、かなり整備されてますね。そうですね、実は2年前の台風災害で公園が流されてしまいまして、で、ほんの1ヶ月前までここも足に覆われた状況だったんですが、そうだったんですか。はい、なんとかその大会を開催するために、はい、地元の方や仲間たちが集まってこのように整備を行いました。大会自体は30年も、はい、続いているものなんですけれども、はい、ただこの神山田大会というのはその日本でこの競技が始まった頃からずっと続いている、はいはい、伝統の大会でして、場所もそうなんですかね。はい、こちらの方でやっております。それは知らなかった。自転車やってない方には知ってる方は少ないかと思うんですけれども、千曲市もかなりその自転車に力を入れてるっていうふうにお聞きしてるんですけども。そうですね、地元のサイクリング推進委員会の方をはじめ、今回大会の運営の方にも非常にご協力いただきまして、まあ、今後ですけれどもこういった大会、これだけのお客さんが県外からも県内外集まってくるので、はいはい、こういったものを活用しながら我々も地元のそういったイベントにお手伝いできたらと思っています。今後はどんなふうにやる。そうですね、この大会が非常に盛況だったんですけれども、やはりまだまだ、地元の観光ですとか、はい、そういったものをもっと取り入れてですね、はいはいはい、来ていただいた方が自転車レースだけじゃなくて、はいはい、地元の戸倉上山田温泉というものを楽しんでいただけるような形に、な発展させていただきたい、いきたいと思っております。わかりました。ぜひ頑張っていただきたいと思います。はい、ありがとうございます。はい、こんにちは、長野インターネット放送局と申します。はい、お疲れ様です。ありがとうございます。ありがとうございます。今長野県は上山田町のスポーツ公園に、はい、来ておりますけども、はい、自己紹介お願いします。はい、戸倉上山温泉の旅館組合のもので、平と申します。平さん、あとこの千曲市のサイクリング推進委員会の会長でもおります。自転車大会なんですけども、はい、どんな思いでこう見に来られたんでしょうか。そうですね、今まで去年はコロナの前は台風19号でアウトでしたけど、うん、その前まではよく次の日に大会があったんだって後で分かったもんで、はい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 、あれこれだけ集まってられたらもうちょっと温泉の交流が欲しいなということで、本当は2年前から旅館組合と の、 コラボレーション始まる予定でしたけど、はい、先の話それは2年連続でアウトだったので、やっと今年は急遽決まったイベントにかかわらず、旅館組合はちゃんと商品の提供を、はい、一応旅館青年部の方では協力していただいて、なるほど、そういうふうに
こう連動させていただいて、ぜひあのせっかく皆さんがね亀山にお越しになっていただいているので、はい、素晴らしい温泉があるっていう意識をしていただきたいなと思って、まあ、今年は1日のイベントですけど、来年はできたらあの2日かけて宿泊に結ぶような、はい、皆さん温泉に楽しんでいただけるような、あの方向性で持っていきたいと思っています。新ブリヂストンの監督の小林さんと、うん、はいはい、あとあの日本チャンピオンの澤田時選手です。こんにちは、はい、チームブリヂストンサイクリングの澤田時と言います。澤田さん、はい、そしてこちらは、はい、どう同じチームの監督の小林と申します。監督さんもいらっしゃっていただいて、はい、まあ、今日は千曲市で、まあ、こういった大会を開くにあたってだいぶあのご努力されたとお聞きしたんですけども、どうでしょうか。そうですね、あのここ2年ぶりの開催ということで、あの、はい、昔あのその2年前も出てたんですけど、はい、そうなんですよ。もう危ない危ない、ここ参加自体も高校生から参加しているコースなんで、はい、あの久しぶりに走れて、はい、あの楽しみにしてます、すごく、はい、久しぶりにもう走ったんですか。昨日思想に来て、はい、でこれからもう一度ちょっと練習して、あと2時間後にレースって形ですね。あと2時間したらレースですね。そうですね、はい、ぜひ頑張っていただきたいと思います、はい、ありがとうございます。そして監督さんどうでしょう、今年の予想は。まあ、今年澤田は去年の全日本チャンピオンなんですけど、はい、2回目のチャンピオンを去年飯山で行われた全日本で取ってるんですけど、はい、まあ、今年来週実は全日本が茨城県であるんですね。はい、でその前の週なので、はい、まあ、今日本当に来週もまた2連覇するための、はい、大事なレースですし、あと本当にこの長野県 のシクロクロス の大事なシリーズの場所だったので、まあ、そこがすごく復興して走れるのはすごく僕らも嬉しい日になります。なんか何年も続いたっていうのをして。そうです、もう歴史があるコースです。地元の人はあんまり知らないっていうそういうことなんですよね。そうですね、過去信州大学生が学生の企画でやっていたシリーズだったんですけど、はいはいはい、台風災害1回切れて、はい、でまた改めて体制見直した中で復活いただいたので、はい、僕らすればすごく歓迎です。すごく嬉しいです、今日のコースができるのが。はい、ぜひ頑張っていただきたいと思います。はい、はい、ありがとうございます。こちらもう一言何年ぶりですか、来られたのは。2年、3年ぶりになります。3年ぶりになりますね。そうです、そうですね、はい、はい、3年前も1位だったはずです、はい、そこは、はい、あ、クラス、エリート男子になります。エリート男子クラス、エリート男子、はい、はい、まさに名前、楽しい名前です、まあ、はい、頑張っていただきたいと思います。ありがとうございます、頑張ります。ありがとうございました。